店舗の一例平方支店、三井住友信託銀行株式会社は、三井住友トラストホールディングス傘下の完全公会社の信託銀行である。2012年4月1日に発足した、銀行事業と信託、財産管理事業を一体として展開する国内、唯一の専業信託銀行グループを形成している。信託業務で、法銀第一位、銀行業務で、 法銀第5位の規模である。コーポレートスローガンはザトラストバンクである。2009年に住友信託銀行と金融持ち株会社の中央三井トラストホールディングスが経営統合に合意し、2011年4月1日に三井住友トラストホールディングスとして経営統合した。その1年後となる2012年4月1日に金融持ち株会社である SMTH 完全子会社の住友信託銀行、中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行の産業が住友信託銀行を存続会社して合併し、三井住友信託銀行に称号変更することによって発足した。本社機能は東京の丸の内に置き、旧住信の本店営業部を大阪本店営業部へ、 旧、隅信の東京営業部を本店営業部へ解消とした。なお、もともと隅新の東京営業部が入居していた東京本部ビルは2009年に三菱地所主導による隣接した旧、UFJ 新宅銀行本店ビル跡地と旧、東銀ビル跡地の敷地を集約して一つのオフィスビルへ建て替える再開発計画の着工により2007年より順次 八重洲川に仮移転していたが、2012年1月に丸の内営楽ビルディングとして竣工したことに伴い、三井住友信託銀行発足時に、同ビルに本部機能と共に入居する形となった。なお、旧中央三井の本店は芝営業部へ、改消。旧中央三井の名古屋支店が名古屋営業部に昇格し、旧三井信託銀行の本店であった。 日本橋営業部とともにの営業部体制となった。三井住友を関するものの、三井住友銀行を参加に置く三井、住友フィナンシャルグループとは、経営、業務面においての関わり合いは希薄であり、旧住友銀行の信託詞会社であった、住銀信託銀行を、旧住信が、吸収合併している、三井住友トラストカードが、ベアグループ参加である、旧、 中央三井信託銀行が当社前身の桜信託銀行を譲り受けしている SMFG 株式の証券代行事務を受託しているといった三井住友に属する企業として実務程度のつながりはあるメガバンクに属さない独立資本の大手信託銀行という位置づけにある2014年シティグループによる 世界的な不採算部門の見直しの一環による国内の個人金融ビジネスからの撤退に伴い、三井住友信託銀行及び、自社あるいはフロンティア不動産信託投資法人等の投資ファンド所有の商業施設の大規模、小売店ポリッチ法における名義上の設置者になっている物件もある。環状系システムは二千十四年五月七日に旧中央三井のシステムについて、 リプレースを行い、その後、旧、住新の店舗を、旧、中央三井店の新システムへ7月から11月までの3連休期間を4回に分け順次実施され、同11月25日、全店舗での新システムに移行が完了した。合併前の各行については、住友信託銀行遠隔、中央三井信託銀行遠隔、中央三井アセット信託銀行遠隔を参照。 住友信託銀行メガ信託構想及び中央三井トラストホールディングス住友信託との経営統合も参照住友信託銀行は金融ビッグバン以降の都市銀行及び信託銀行間の経営統合による金融再編に参加していなかった銀行である2004年5月に当時経営難であった UFJ ホールディングスから UFJ 信託銀行の売却を打診され 経営統合の方向で基本合意するも UFJ グループは同年7月に三菱東京フィナンシャルグループとの統合を選択し一方的に契約が破棄されたことにより住友信託銀行との合併は実現しなかったその後住友信託と三井トラストホールディングスが経営統合を検討し2005年2月には合意寸前まで行ったが人事や 合併比率等で合意できずに破断に終わっている。一方、国内の金融業界では、金融ビッグバンの影響で、業種間の垣根が撤廃、緩和され、2000年代は、商業銀行、信託銀行、証券会社で構成される一大金融グループを形成する動きが加速した時代であった。信託部門では、水穂 FG が水穂信託銀行を、三菱 u f うが、 三菱 UFJ 信託銀行を要する中、信託銀行を持たない三井住友 FG から、住信、中央、三井の両行に対し統合圧力が高まるのは、想像に難くない。このような情勢の中で、メガ3回りを嫌い独立志向を貫く両行の思惑は合致しており、業界内でも、両行の合流は、規定路線とされていたが、多角化路線を進む住友信託と、 個人営業重視の中央三井といった経営方針の違いもあり、再編劇は当時社長であった高橋敦氏と田辺和夫の退任以降と見られていた。しかし、折からの金融危機の影響で公的資金の返済が予定通りに進まず、実質国有化されていた中央三井と大口融資先、アイフルの業績悪化の影響を受けた住友信託は規模拡大による 業務効率化が急務となり、2009年は両グループで再び経営統合の交渉についた。両校の経営統合が正式に発表されたのは同年11月6日のことだった。また、当初は大和銀行と住友信託の合弁会社であった日本トラスティサービス信託銀行に2002年に三井トラストが資本参加した。三井住友信託銀行は 国内唯一のメガ信託となったものの、それでもメガバンクとの差は歴然であり、今後の経営戦略を描くのは容易ではない。統合発表会見の際に、田辺和夫社長は、今のところ全くないと述べているものの、現実問題として、参加入りのメリットを指摘する声があるのも事実である。統合に再始急行の幹部も、三井住友 FG に吸収されるなら、統合で体力をつけてから、 と本音を漏らしており、他のメガバンク幹部からも、結局は三井住友 FG に合流せざるを得なくなる、という見方がある。など2020年9月24日に、三井住友信託銀行が公表した、プレスリリースによると、当社及び連結市会社の東京証券代行と、日本証券代行が受託した株主総会の、議決権行使集計業務について、 三井住友トラスト TA ソリューションを通じて再委託した日本株主データサービスにおいて2020年5月から7月に開催された株主総会のうち当社が受託した891社東京証券代行が受託した38社日本証券代行が受託した46社の合計975社で株主総会の議決権行使をめぐり期限当日に届いた 議血健康史集計から外すといった不適切処理が行われていた。この不適切処理は約20年間にわたり行われていたという報道もある。ありがとうございます。